囲碁における厚みとは盤上において影響力を及ぼすことのできる、しっかりと連絡して眼係の心配もない強力な石の集団である。厚みとも表記する。厚みは薄みに対する対義語である。囲碁で薄いというのは連絡が十分取れていない形、目に不安がある石のことであり、相手に攻撃される可能性を持っている状態を指す。これに対して強力な 厚みは相手からの攻撃を受ける可能性が低く周囲に近づいた敵の石に対して攻撃するための基盤となる。また相手が近づいてこなければ大きな模様や地を形成する拠点となる。厚みを誰もが納得する形で定義することは難しく打ち手によって解釈は異なる。一つの定義として横田茂明は厚みを高さと根拠で測る考えを述べている。 ある程度を、高さがある石は攻められにくく、相手の石を攻める際に武器として働く。また、目型がはっきりある石は決して死なないので、周りにある相手の石の攻撃拠点となりうる。これは、黒の星に対して、白が三三入りした時の定石の位置形である。この別れで、白は隅に十目ほどの地を得、それと交換に黒は厚みを得た。この黒石は十分な。 高さがあり、白石がいくつか周辺に近づいてきてもある、程度眼型を得やすく、攻められにくい。このため、相手に対する脅威となりうる強力な厚みと言える。例えば白が厚みの近くに1などと打ってきたら、背後から黒にと迫り、イカジロが実質のない手を打って中央に逃げる間に、黒は2、4、6などと打って、左下の模様を拡大することができる。 右下の厚みは強力であり、白石が周囲に増えても攻撃を受ける心配はない。これが厚みの効果である。右上は小木城石の一つ。黒の一段は中央に向けた、高さはそれほどないが、目型は完全であり、白にいくら周辺を包囲されても全く動揺しない、極めて硬い石である。このため、周辺で戦いが起きた時には強力な援軍となる。 例えば白1などと近づいてきたら黒2と打ち込み、強硬に戦うことができる。白3、5などと一志が加わっても、右上一段には何の心配もないため黒4、6などと打って、立得を得ることができる。以後の格言に、厚みに近寄るな、厚みを囲うなかれがあり、厚みの近くに打つことを今しめている。例えば上手の場合、黒1と厚みに近い側から詰めるのは良くない。 せっかくの強力な厚みの周囲に数目の地を作るだけであり、効果が薄い。白2と開かれ、安心されてしまう。この場合黒1と左側から詰めて、白2と窮屈な開きを敷いて、黒3、5などと攻めかかる方が良いとされる。白は右方の厚みのためなかなか安定できず、攻めている間に黒は左辺に大きな模様を築くことができる。形容詞として、 熱いという言葉が使われる。上述のような連絡がしっかりしていて、目型の心配がない強い石を熱い石と表現する。また、すぐに相手から厳しい手があるわけではないが、言ってかけて完全に心配をなくしておくような手、本手を熱い手と表現することがある。また弱い意地を作らず、確実に自分の石を固めて攻めを狙う気風を熱い子と呼ぶ。 また形成を表現する際にも使われることがある。黒がわずかに優勢である場合、黒の厚い反目勝負など、厚みと似た概念に、模様、勢力があるが、全く同じではない。NHK 囲碁講座テキスト2009年10月号、厚みの百科よくわかる模様と、勢力日本金印、厚みの活用これだけは、成分堂振興者2009年。ありがとうございます。